はいどうも、クロスロードです。これ、家畜入れるところなんですよ。パンダ、パンダ、おいで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 、かかったな、ごめん。じゃ、行こう、よっこいしょと。待って、またピースするにしてた。ハッピーニューイヤー&メリークリスマス。はいどうも、クロスロードです。というわけでね、ズーズロクラフトパート12やっていきましょう。で、今後ろに見えるのはチェストの塊です。倉庫になってるんですけども、こんな風にね、ずらーっと並んでおります。私、結構チェストが並んでる光景とか好きだったりします。で、なんでこんなにチェストを料理する必要があると、秘密が上にあります。上になんか怪しい建物がありますね。ちょっと見てみましょうか。ここで降りようか。まずここですね。エンチャント置き場です。エンチャント置き場つうか、エンチャントのする場所です。ここに金床もあって、エンチャント台もちゃんとレベル30まで行けるようになっていますと。で、ここには大量のラピスラズイ。さらに、ずらーっと上に行くと、物置き場になっています。ここでは、上の装置で回収したアイテムをしまえるようになっていますね。じゃあさらに上行きましょうか。そうすると、やっとわかるかな？はい。こちら経験値トラップタワーです。ゾンビスポナーを使って経験値トラップタワー作ったと思うんだけど、バージョン 1.13.2 にアップデートしてから使えなくなりました。はい。ゾンビがうまく水流登ってくれなくて使えなくなったんで、いっそのことを新しくもっと効率のいいもん作っちゃうということで今回作ってみました。一応性能を見てもらおうかな。ちょっとイージーモードにしてきますね。はい。で、今、イージーモードにして、リアルタイムでどれくらいかかるか、これ動画編集とかしないでね。カットとかしないで見てもらいたいな。今は空いてると思うんで、少ししたら水流が流れてくるんじゃないかな。おお、来た。まずは一体ですね。この調子でどんどん来てほしいな。僕のトラップとはこんなしょぼくないってこと証明したいもんね。ゾンビくん。あ、ちょ、そっぽ向かないで。そ、こっちこっちこっち。ね。うん。ね。あ、ほら、落ちてきた。はい、というわけで、たくさん落ちてきましたね、結構。そうそう、これこれ。これが欲しいの。うん。と、これ、枠モンスターなんですけど、ゾンビ、クリーパー、スケルトン、あとウィッチも湧きます。ということで、一つ目は経験値トラップタワー作ったよっていう報告でした。でも、トラップタワー作ったのこれだけじゃないんですよ。まだ奥にもトラップタワーがあるわけですね。この道を左に曲がってこちらになります。アイアンゴーレムトラップ作りました。まあ、効率は全然低いもんなんですけど、ちょっと鉄道不足した時に、重宝するくらいですね。で、まあ、メインはこっちです。経験値トラップタワーを作るために作ったトラップタワーになるんですけど、雲の糸を生成してくれるトラップタワーになります。これをちょっと性能を見てもらおう。これ今回5層作ったんですけど、どうかな？どれくらい落ちてくるかな？おー、落ちてきた、落ちてきた。あー、まあ、そこそこの量落ちてくるって感じだね。というわけで、もう一つは雲トラップタワーでした。さあ、というわけで、ここまでの作業報告も終わったので、目的のところに行ってみましょうか。ついでなんですけど、オプティファイン導入しました。あまりにもトラップタワー作ってみて重かったんで、オプティファイン導入してみました。それにあたってなんですけど、このズーゼロクラフトのワールドでは 1.14 にアップデートしないことに決めました。1.13.2 でこれからずっと遊んでいきたいなと思います。業務連絡は以上。じゃ、行こう。よっこいしょと。待って、またピースするにしてた。ポータル、あれ、あそこがポータルです。エンダーマン買ってエンダーパール集めよう。というわけで、エンダーパール
本当にちょっと8個だけもらいました。エンドシティ行ってみるか。まあ、エンドシティにはどうやら特別な植物とかあるらしいんで、持って帰りたいなって感じですね。エンダーパール投げたらもうワープして、その世界に行くと。よっ。東方への逃走。遠方か。遠方への逃走。バカ度が。まずはこの植物というか、建物というか、確か斧が適正だったかな。あ、斧が適正だ。で、こんな風に種みたいな、果物みたいな感じのやつが集まったんですけど、これ、コーラスフルーツと言います。目的のエンドシティが周囲を見た限り見えないんで、ちょっと移動しますね。もう一つの島に着陸したんだけど、これ迷子にならないように目印とか作っておきてえな。これ目印必要だな。絶対迷うな、僕。見えんくない？ごめん、本当にちょっとだけ。ごめんね。ありがとう。あれ、本当にねえぞ。これちょっとやべえな。すげえ長旅になりそうな予感がする。あ、見えた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 。あった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 。この建物にエリトラがあるはずなんだけど、知ってるエンドシティより規模が小さいな。あー、まあ、するかー。え、お前ら何攻撃しちゃってるの？え？仲良しかよ。漁夫乗り失礼しますね。はい、ということで、今あいつが落としたアイテムがあるよね。これ、シャルカーの殻って言うんだけど、インベントリー拡張アイテムを作ることができます。これな、規模小せえな。違う気がするな。あった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 。もう一個見つけた、もう一個見つけた。こういうのが欲しかったんですよ。この規模のやつが、僕の目的のエリトラをゲットできる場所です。ちょっと、行くか。着いたんですけど、なんか誰か撃ってきてるやつがいんな。そこか。やばいやばい、撃っちゃった。撃っちゃった。やばいやばい、世間から浮いてる、世間から浮いてる、やだ、目立ってる目立ってる。よっこらーセックス。あそこにさ、なんか船みたいな形したやつが見えるでしょ。あん中にエリトラがある感じ。じゃあちょっと登っていきたいんだけど、建材がねえ。どうしよう。建材がない。円盤投げよう。届く気がしないんだけど、あれ。あっぶなーい。こんにちは。お隣先生ですね。よし。落ちてるのかな？止めるな。で、なんかもう打ってきてる音するから。よしよしよし。中入ってた。失礼しましたね。ほら、あった。この額縁に飾られてる、あれがエリトラ。もらっておこうか。これ、装備できるんだよ。ほら、こんな風に。後ろになんか、虫みたいな羽ついてるでしょ？これこれこれ。これで、なんか、滑空ができるんだよね。最後、これ、エンドラの頭。よっこい、しょと、しょと。もらえ！落ちた。パンプキンパイ美味しい。ということで、今回集めたのはシュルカーの殻とエリトラだね。ちょっとこれ持って、帰ろ帰ろ。向こうの方に松明があるから、あっちちょっと行ってみようか。よっこいしょ。これスペースキー2回押すと、はい。ものすごい音だな。まあ、こんな感じで音を出しながら、エリトラ空飛べます。え、そう、これがやりたかった。そう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 。Thank you.